どうもねんちです。今回なんですけど、クリスマスイベントが今日から開催ということで、こちらのイベント内容と、変わるね、イベントタグがあるということで、こちら内容を見ていきたいと思います。はい、実際に映像ね、昨日出たんですけどね、こちら改めて見ると、こうおすすめのね、家具なんかがちょっとありまして、全部買えないよって方はね、ぜひともね、まあ、レンジ君的にはね、これが一番いいんじゃないかってやつもありますので、ぜひね、見ていってください。そう、全部集めるとだいたい1万7000だっけな、手がかり。あー、でこれね、正体こんなできるんだ。うわー、すごい。めっちゃかわいい。あー、欲しくなるな、これは。おー、出た、ルキノのこの顔面。うわー、かわいい。あー、クマちゃんいいんじゃん。クマ、クマいたね今。おー、かわいい。じゃあこちらね、見ていきますか。はい、まずはクリスマスのイベントの方からね、見ていきたいと思いますね。でこれね、選択肢によってもらえるアイテムが変わるということなんで、でこれね、連打しちゃうと大体一番上押しちゃう説みたいなのがね、ちょっとあると。はい、一番上を押しちゃうと謎の終幕でしたっけな。はい、これね。で一番下が、偶然の集まりだっけな。で真ん中がね、ちょっといろいろまだブレてるので、レンジ君が実際に真ん中選んでみたいと思います。さあ、で、パズルをねクリアするとタグがゲットできるみたいなんで、さあちょっとよかったらね、コメントとかでも教えてもらいたいな。一番上と下は大体分かってるんだよね。さあ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 、これかな、この謎のパズル。これをね、あれ、偶然の集まり。ちょっとまさかのね、レンジ君ね、真ん中押したんだけど、偶然の集まりって書いてるね。一番下選んだ人をね、偶然の集まりでしたってね、コメントあったんですけど、もしかしたら真ん中と下だけ偶然の集まりで、一番上だけ謎の終幕なのかな。ちょっとね、この説あるんで、もしね、それぞれね、何々でしたってね、ちょっと情報を提供していただけたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。ちょっと固定コメントにさせていただきたいですね。マジか。じゃあこれあれか、イベントタグね。まずはとりあえずいつも通りログインボーナスね、ゲットしていきましょう。出た出た、彫刻。よーし、今回のログインボーナスでこれか、このアイコンが、イベントね、これを目標にゲットしていきましょうって感じですかね。はいはいはい。うわ、ゾマスいる。キーが珍しいイベントにいるの。うん、はいはいはい。で、装飾タスク、これ1日目。あ、これか。よーし、これね、でかいですね。で、このツイッターってやつをとりあえず押しといて、やったらゲットできるね。 OKOKOK。 実際にシェア押さなくても一応できると。はいはいはい。お、ゼンマイゲットした。ゼンマイ装飾へ向かう。うん、アイコンドラッグ、あ、これか。こうやってドラッグしてくるっと回すと。はい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 。さあこれでどうなるか。回しましたけども、おなんかゲットしましたね。これでピースが、アイテムがもらえるんだ。うん、オッケー。あ、で謎のパズルできる。これをこんな感じか。オッケー。あー、装飾タスクね。とにかく装飾しまくるとあれっぽいね。あ、で今回のイベントこちらですね。おー、あれ、ミニクリスマスツリー、これ無料でもらえるんだね。ここから一応手がかりでも買えるっぽいけど。あー、でどっちか選べるやつがこれなのかな。うわー、悩むなー、マジで。どっちも欲しいなー。アイコン枠も可愛い。これは相当ちょっと悩みますね。ということで、まあちょっとまとめると、一番上が謎の終幕で、真ん中と下が偶然の集まりかな。ちょっとレンジ君的にはね、今調べた感じこんな感じなんですけど、もしね、真ん中と下選んだ人がね、この中でいましたら、ぜひね、ちょっと教えてください。こちらね、イベントショップにもね、クリスマスサンタさんの復習者がね、実装されておりますと。で、雪玉エモとあるね。で、このエマちゃんのやつもあるね。うわー、これはね、本当に可愛くておすすめ。今回は俺、ちょっとクリスマス全部買おうかな。うん。お、レオンのやつは、久々出たと思うんで、うん、サンタクロース。よっしゃ。これは全然、ゲットしてもいいと思う。で、調香師の雪玉もゲットしていく。で、今回ね、クリスマスの、鹿ちゃんもね、再販来ましたね。この衣装に関しては、本当は復刻なかったとは思うんだけど、まあ、ちょっとその運営さんの言い伝えミスみたいな感じでね、急遽再販するようになったのかな。
で新章もねこれから来るらしいので、はい、楽しみですね。じゃあちょっとこれも開放してしまおう。おお、かわいい、メリークリスマスいいね。これはねかけら使っちゃおうかな。かわいい、よっしゃゲットしました。もう一個もう全部ゲットしちゃうわ。クリスマス出た、これ人間の顔これちょっと顔が怖いって話題のね、ちょっと目がねちょっと怖いんすよ、人間味がありすぎて。はい、こちらのルキノちゃん、おーおーおお、ああのイベントのタグのやつだ。でしかもこのねこれ棒でね武器をね叩くっていう、でしかもこの棒舐めるっていう、結局これ棒で叩くんだ。よっしゃ、かけらでゲットしていく、嬉しい、これめっちゃ嬉しい。はい、新衣装着てみました。わって、わ待って、でかすぎて顔が見えないんだけど、でかすぎて顔が見えない。ちょっとこれで、うわー、怖っ、怖くねこれ、嘘、ちょっとこんなんか人間だね、こういう感じ、うわーすごいね、おー、やばくないこれ、ちょっと、うわベロベロベロってベロベロベロってしてるこれ、おら、ベロベロベロ、うわ怖っ。はい、そしてクリスマス家具ね全部来てますね、全部で17,080ですかね、あると全部ゲットできるということなんですけど、今回の SSR 家具がこのホールクロック、これが音が鳴るらしいですね、とこのキャビネットで、レンジ君的にはもうこの暖炉、これね1088手がかりはもう安い、マジでこれなんで SSR じゃないのっていうぐらいね、これは本当にお買い得だと思いますのでね、まあどれかねちょっと絞って家具交換したいって方はね、結構これがおすすめかな。まあ好きなのがいいんですが、でこの炎のエフェクトがねあるのって大体高いんだけどね、であのレンジ君も家具ね課金して買ったりするんだけど、この炎ね、こちらの炎様がね光ってるやつは大体ねエコーで高いのに、なぜかねこちらで230エコーで、しかも1088手がかりなんでね、めちゃくちゃ お買い得になっておりますね。はい、まあ、この雪だるまも可愛いね、これぷっくりしてて、でこれねクマいるんですよね、このクマちゃん、これも可愛いよね。いやー待って、全部欲しい。まあ、ちょっと一個ずつ解放しようかな。右下から交換してこっと、1万手がかりはあるね。やったぜ、雪玉に、クマレンジ、クマちゃん、クマゲットして、木馬ゲットして、絨毯ゲットして、うわ手がかり食うね。クリスマステーブル、そして、ウォールランプ、ウォールランプに、暖炉、安い、今回暖炉安いよ。でこのクリスマスツリーかな、うん、あれこの家具はクリスマスイブの謎のショップ1つまで交換できますだって。あーなるほどね、手がかりでも買えるけどどうするってか一応言われるんだ。まあちょっと手がかり温存したいからこっちで交換しちゃおっと、よしナイス。まあ今ある分だけどね、ちょっと置いてみようかな。もうこれ置けるかな、音符足りないとか言われそうだけど、よしじゃあね、クリスマス家具もごちゃごちゃだわ、部屋がごちゃごちゃすぎるけど、まあ、とりあえず置けるやつだけ置いてみますね。もうこっちをここにテーブル置いて、で、椅子、あークリスマスソファーね、かわいい、あでも結構でかいな、まあまあでかい、うんソファー、もう置けるやつだけ、キャビネット、あでかキャビネット、うそこんな大きいんだ、よしもうちょっと適当だけど、あと暖炉、あ炎様ね、こちら炎様ある、炎様がと絨毯かな、絨毯をペタ置いて、適当すぎるマジで置く配置が、木馬ポチ置いてと、はい木馬で、だるま置いて、かわいいだるまちゃんと、ツリーがまあこの辺にポチ置いてと、ここ置けるかな、よしで、クリスマス、あこれランプか、はいはいはい、あこれめっちゃいいじゃん、俺光好きなんだよね。で、こんな感じですかね、全部で、おしいろいろね設置完了できました。実際見るとこんな感じ、あランプが
あ、なるほどね。クリスマスツリーが入ったランプなんだ。かわいい、めちゃめちゃ。で、テーブルこんな感じで。あ、やっぱこれ先手がかりじゃないでしょ、これ。どう考えても。暖炉はマジでおすすめ。いやー、これすごい豪華だね。だってこのね、ちっちゃい木馬とね、これ一緒だからね。うん。このちっちゃい木馬、500手がかりぐらいじゃないんだな。この暖炉1000はやばいね。で、あ、これクマちゃんの椅子、かわいい。これには座れないんかな。クマちゃんの椅子と絨毯、あ、雪だるま、雪だるまね、顔がぷくってしてるね。はい。で、あ、このツリーね。いや、このツリーね、無料でゲットできるからね、これは嬉しいですね。おお、すげえ。ハンターのレオだとこんな感じ。いやー、かわいい。これはもうね、第五人格、クリスマスね、特に予定ないって方はもうこれ第五の中でもうクリスマス祝うしかない。うん、はい。鹿ちゃんだったらこんな感じだ。うわー、すごい豪華だな、マジで。めちゃくちゃ豪華だね。ここまでご視聴ありがとうございました。今回はね、クリスマスイベントをまとめたんですけど、やっぱね、このルキノのね、顔がちょっとね、改めてすごいなと思ったんで、最後ね、これ見て終わりたいと思います。いやー、なんでだろうね。なんかストーリーと関係あるのかわかんないんですけど、結構目が決まってるみたいな言われてる衣装ですね。これかけらでゲットできるの本当に嬉しい。かけらないって方はね、初週のみね、安いんで。さあ、そしてやっぱこれだよね、どっちを選ぶかと。おお、いやー、これ本当にゲットできて嬉しいな。最近ルキノ強いから。わーお、キャンディー舐めて。かわいい。バッグにクッキー入ってるし。わー、ジョセフサンタ、イケメンだ。いやー、今回の衣装ね、ほんと全部可愛いし、ちょっと COA の真髄貯めるがてらね、手がかりも回収していきたいですね。またね、最新情報ガンガン出していきたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録やいいねボタンポチッと押して、ぜひぜひね、また遊びに来てください。COA についてもね、ちょっとまた動画出すのでね、ぜひね、見ていきましょう。あ、ブラックサンタだ、かっこよ、目紫。もう今日第五人格でクリスマス過ごしちゃおうかな、レンジ君。ちょっとこれはね、楽しみすぎる。では、お疲れんじ。